1839年のダービー展覧会は、ダービーで初めて開かれた展覧会。これは後に、アルバートホールと呼ばれることになる市の職工講習所で開かれた。この展覧会は、ダービーの人々への知識の普及を促進するという講習所の設立趣旨に沿ったものだった。この講習所は1825年以降、公演、演奏会、 展示会など様々な種類の催しを開催してきていた。ダービーの展覧会が与えた影響は大きく、1878年の博物館及び図書館の設立をもたらした要因の一つとなった。ダービー博物館、美術館はその重要なコレクションとして展覧会の展示品の多くを今も保管している。19世紀になって以降、 産業革命がもたらした新技術の普及がヨーロッパ各国で進み、1830年代には製造業におけるイギリスの優位性は揺らぎ始めていた。競争力を回復する鍵の一つとして、職工のデザイン教育を指摘した会員議員、ウィリアム・ユー・アートラの1835年1836年の勧告に基づき、博物館や展示館がその後に、 相次いで建てられるようになっていた。ダービー展覧会は1837年にマンチェスター職工講習所が初めて開催した同様の展覧会に習ったものである。また、イングランドのいくつもの産業都市で同年に開催された展覧会のうちの一つであり、ウォードウィックにあるダービー職工講習所校内に1837年、 新築されたばかりの行動の建築費用を賄うため開催された。職校講習所と呼ばれる施設は1826年の時点でイングランドとスコットランドで100カ所近く開かれており当初は職校への基礎理論教育を行っていたが1830年代には一般市民への教養教育へと役割を変えつつあった。これらの職校講習所は 職工ではなく行為の聖職者によって設立、組織されていた。ダービー展覧会は、職工講習所の室内という手書き採取されたリトグラフの題材になっているが、これは元はサミュエル・レーナーの絵画である。この絵には講習所のメインホールとなる行動が描かれている。当時その行動はギリシャ風の様式で見事なシャンデリアを吊るし、 価値ある多くの絵画が掛けられていると説明された。横壁の天井近くには、ジョン・ヘニング風のフリーズがあしらわれた。事前化、ジョセフ・ストラットの多くのコレクションを含め、展示品の数は1000点を超えた。展示品は様々な分野にわたった。ジョセフ・ライトの絵画、科学実験の器具、化石、ヤシの実。展覧会の来場者は9万6000人以上に上り。 職工講習所の財政は大いに潤った。近隣のレスターとノッティンガムの職工講習所もこのダービー展覧会に敬服し、翌年には漁師でも同様の展覧会が開かれた。新しく開業した鉄道で、それらの講習所は関係者の鉄道旅行用に列車を借り切ることもあった。ありがとうございます。